カイオーラン・アレクサンデル・ストゥブは、フィンランドの政治家。フィンランド共和国第64代首相を務めた。フィンランドの首都ヘルシンキで、バイリンガルの家庭に生まれ育った。2004年に国民連合党より、欧州議会議員選挙に出馬して当選。2007年のフィンランド議会選挙で、ユルキ・カタイネンが率いる国民連合党は躍進し、フィンランド社会民主党を抑え、第2党となった。この結果、フィンランド中央党、国民連合党、緑の同盟、スウェーデン人民党の連立内閣となり、中央党のマッティ・バンハネンが首相に就任。ストゥブは2008年の4月に外務大臣となり、2011年4月まで務めた。2011年4月の議会選挙では、国民連合党が初めて第1党となった。長い政府形成交渉の末、6政党の連立内閣となり、カタイネンを首相とする内閣が成立した。それとともに、ストゥブは欧州貿易担当大臣に横滑りした。2014年6月24日、カタイネンが欧州連合のポストに就くため、首相を辞任した。その結果、ストゥブが新たに国民連合党の党首となり、同日に、サウリニーニスト大統領から正式に首相に任命され内閣を組織した。しかし、2015年4月の議会選挙では中央党に議会第一党の座を奪われ、国民連合党は第三党に転落した。これにより、中央党党首のユハシピラに首相職を譲り渡し、自らは財務大臣となった。2020年2月29日に放送された。TBS 系列日立世界、不思議発見にインタビュー出演した。ありがとうございます。